WWS チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。パーティーズです。はい、遠藤美優です。田谷奈々子です。平塚ひなです。伊藤小春です。なんか私たちがこうなんか今までもアイドル活動っていうのはしてきてたんですけど、やっぱりこうやって4人でこう今まで一緒に同じグループでやってなかったメンバーが集まったので、うん、なんか最初は不安ばっかりずっと不安だったんですけど、なんかね、決まっているフェスとかも増えてきて、なんかそれでお客さんの前に立てる機会がどんどん増えていってるのはすごく嬉しいです。どうですか？私は個人的にあの結構以前は多かったので、メンバーがそうだね、4人っていう少なく、うん、そうだね、あの人数がなんて言うんですかね、人数が4人っていうそのそういったところでまたあの一人一人の見え方がより強くなってくるので、そういったところはちょっとみんなでうまく一人一人のキャラを出しつつ、いい4人のグループにしていきたいなって思います。そうですね、ね、どんどんね、いい味が出てきたらいいなと思います。そうですね、イフは、いや、もう緊張した不安と緊張とドキドキね、うん、でも、そうだね、ステージにいてたらやっぱりお客さんの顔とか見れて、うんうん、私たちも本当に久しぶりのライブだったので、はい、が楽しめたし、なんか不安は解消されましたそうだね、なんか私たちってあんまり自分たちだけで遊ぶことが多いので、外に友達とかが少なくて、うん、この機会に友達を作って帰ろうってみんなで意気込んで行って、はい、あのカメラアプリとかも設定してもうバッチリの気合で行ったんですけど、結局誰とも一言も会話せずに帰ってきてしまったので、またリベンジしたいなと思います。本当にね、緊張しちゃって人見知りを、なんか知ってるアイドルの方とかいっぱいいたんですよ、うん、あ、何々ちゃんだ、無理でしたね頑張りましょう今のところ遠藤が一歩リードしてるので、まあ頑張ってもらいつつ、はい、一番に友達をね、頑張ります、頑張ろう。ユーロビートじゃないですか、うんうん、ユーロビートやってるグループってあんまいない、うん、か多分いないと思ってて、すごいなんかいい意味でこうライジングプロダクションっぽいなんかアーティストっぽい曲、アイドル、なんかアイドルに全振りしてない感じの曲なので、なんかそれが最初の曲っていうのは逆にこうインパクトあって良かったかなって思います。あと MV もね、水着だったのでなんかそれもインパクト大、そう、もうゴンみたいなインパクト強めで、なんかちょっと印象残せたかなとは思います。夏の思い出、4人であの江ノ島に収録に行った後に、そのパンケーキを食べに行ったんですよ行ったね。そう、ほとんど夏はあのスタジオでリハーサルとかをしていたので、うん、そんなあの思い出、4人の思い出っていうのが結構リハーサルがメインだったんですけど、うん、江ノ島に行ってそのパンケーキを食べて、サラダ食べて、あと何食べた、ポテとか、そんな詳しくない内容言わなくて詳しくないいろいろも食べて結構あの暑い海での収録だったので結構みんな暑かったねってなりながら、そこでいろいろ食べれてお話ができて、それは結構楽しかったです。なんか結構リハの後とかにメンバーとご飯行くこととかが増えて、なんかその時も本当に気を使わずに、なんかね、あとなんかあれだよね、リハの時もみんなコンビニとかでなんか買ってきて、みんなに分けたり、一緒に美味しいもの買ってきたよって言って共有したりとか、なんかそういう学生気分で、あ、そうだね、楽しかったです。確かそれぞれそうだね。パーティーズ、あの最初名前を聞いた時にパーティーっていうのがやっぱりメインで頭に入ってきて、私の中のパーティーってやっぱりすごい楽しい場所だったり、キラキラしていたり、いろんな音楽が流れていたり、そういうイメージがあったので、やっぱり私たちのライブもいろんなユーロビートだったり、可愛い曲だったり、かっこいい曲だったり、いろいろな曲を、可愛い衣装とかいろんな衣装を着て、そういう楽しい場所にできたらなって思いつつ、また4人でいろいろな個性とか出しつつ、そういう素敵な場所にしていきたいなって思ってます。パーティーズ、なんかまだあんまりしっくり来ないことも多いと思うんですけどまあね、パーティーとだけに、まあ、はじけて、うんうん、これからみんなではじけて
20代もうね、若いのね。そうだね、弾けてるところをね見てもらって、なんか応援してくれる方をね、どんどん増やせていけたらいいなって思います。なんかもう何でも喋る、プライベートのことを基本的になんかみんな何でも喋ってたりするぐらい、4人仲いいので、なんかそういう仲の良さとかもこれからライブ以外でもなんかこう配信とかもやってみたいし、なんかそういう機会がどんどん増えていったら、なんかもっと4人の仲の良さとかをこう前面に出して、なんかお客さんにもなんかパーティーズって楽しいいいグループだなって思ってもらえるように、なんかこれからはそういう機会を増やしていけたらいいなと思います。そうですね、なんか今はまだ自分たちの曲も少ないし、あのライブの経験も少ないので、まだパーティーズイコール何かみたいなものがはっきりしてないと思うんですけど、今後やっていく上でパーティーズって聞いた時に、あ、こういうグループだよねっていうイメージがつくような風にやっていけたらいいなと思うし、さっきみんなが言ってたみたいに、なんか本当に私たちはトップクラスに仲がいいと思うので、そういう仲の良さを生かして、なんかファンの方々にも好きになってもらえるようなグループに目指していきたいなと思います。メッセージです。パーティーズです、はじめまして、見てくださってありがとうございます。まだパーティーズっていうグループができてから1年も経ってないですね。そうだね、半年くらいなので、もうグループとしてはまだまだかもしれないんですけど、一人一人はね、いろんなダンスだったり歌だったりこう好きだったりとか、なんかこうやってきた人もいるし、なんかこうアイドルとかアーティストとしては、なんかこう見せ方とかそういうのは多分長けてると思います。すごい。すごい。大丈夫ですよ。音楽事務所。そう、そうだね。いっぱい素敵な先輩がいますし、なんかそういう方を見ながら、私たちも今までこういっぱいやってきたので、なんか他のグループとは違う、なんか、可愛いもできるし、かっこいいもできるし、綺麗もできるし、はっちゃけれるし。そう。最強だね。はい。ですね。イベントもね、たくさんあるし、そう。そうですね。なんか今までは、あの、あんまり出演してこなかったフェスとかも出演できるようになってきたので、なんかそういうところでもっと知らなかった方たちに知っていただける機会だと思うので、皆さんも MV 見たりとか、ね、SNS ちょっと覗いてみたりとかしてみてください。お願いします。頑張ります。